怖がる必要はありません。あなたを楽園へと連れて行って差し上げます。さあ、あなたの姿をよく見せてください。何があったかは詮索しません。ただここにやってきたということは、私の歌があなたに届いたということ。あの時ああしていれば、あんなことしなければ、後悔があなたの足元に絡みついているということ。あなたを救うのはこの私、リグレット。そして私が作ったやり直しの世界、リドゥ。すべてを忘れてここで暮らしなさい。後ろを振り返る必要のない毎日は、ゆっくりゆっくりあなたを癒してくれるはずです。さあ、後悔なき人生を。なんだこれは、外部からの侵入。現実ではないな。これはメタバーセス。とうとう来たか、この時が。
ねえ、何なの？警報うるさすぎて起きちゃったんだけど。沖多摩市全域にほころびが発生している。初めての事態だ。それを説明するために集めたんでしょ、ブラフマン。ええ、単刀直入に言いますと侵入者です。はあ、そんなのありえるの？侵入者、もちろん普通の人間じゃあるまいね。まさか物取りでもないだろうし、ここは偶然不法侵入してしまうような場所でもない。つまり侵入してきたのはリグレットとは別のバーチャドールということだね。おそらくはね。どうも空にできたあのヒビはメタバーセスとつながっているようです。ふん、本家様が俺たちを潰しに来たってわけか。へえ、オワコンのくせに生意気。ふざけるな。我々へのリグレット様への冒涜だ。オマージュを否定しちゃうとアートの発展を阻害するってのに、前時代的で困っちゃうね。あれ？じゃあミューに会えんの？いいじゃんいいじゃん、一度会ってみたかったんだよね。ミューやアリアとは考えづらいでしょうね。メビウスの一件以降、彼女たちが実態を得られるほど人々の支持を得ているとは思えない。哀れね。人気や信用なんて一気に壊れてしまうものだもの。じゃあ新型？私ミューとアリアしか知らない。新型なのか何なのか、どちらにしろ僕たちにとって幸をもたらすものではないでしょう。事実、それはリドゥの中に多くのエラーを起こしている。正体不明のバーチャドール、システムに様々な悪影響を及ぼしている。まるでバグだね。バグ、リドゥの安寧を壊すものを放置はできない。すぐに潰すべきだ。いいえ、皆さんはいつも通りでいてください。なぜだ？相手がバーチャドールと仮定するならば、人々の支持を得なければ力を得ることはできません。その点、この世界はリグレット様を支持する者しかいません。侵入したはいいものの何もできないと。はいはい、つまり超アウェーで力が出ないってことね。現状は家に小さなハムシが入り込んだに過ぎません。不快ではありますが実害がない。バグの探索は僕の方で続けますので、皆さんはいつも通りに活動を。リドゥはまだまだ未完成。今は世界の完成度を高める方が先決です。住人の幸福のためにも、皆さんの理想実現のためにも。はあ、ずるい言い方するよね。言われるまでもない。リドゥの完成が至上命題だ。助かります。ではリグレット様、言葉を。オブリガードの学士たち、後悔なき世界の完成のため引き続き力を貸してください。ブラフマン、どうしました？いえ、バグの件ですか？お気持ちは察します。リドゥはいわばあなたの体内、そこに不純物が混じっているわけですから。やはり別のバーチャドールなのでしょうか。リドゥを、我々の理想を阻害しようとしているのでしょうか。だとしても、いや、本物のバーチャドールならばなおさら、この世界では何もできませんよ。わかっています。私の方が優れた女神であること、そこに一切の疑いはありません。私が一番みんなを幸せにすることができる。ただ感じませんか、あの空の日々からとても不快な何かを
あれ、どうしたんですか？空にひび？寝ぼけてますね。ほら、もう学校閉まっちゃいますよ。早く帰らないとお化けが出るかもしれませんよ。なんて。遅刻しちゃいますよ。急いでください。セーフってことにしておきますね。正確には15秒オーバーですけど。内緒ですよ。でも珍しいですね。いつもならもっと早く登校してくるのに。悪い夢を見たせいで朝起きられなかったんですか？ごめんなさい。意外と繊細なんだなって思って。お、風紀委員の鶴巻さんですね。体調不良でお休みと聞きました。代理で私が風紀チェックです。よかったですね。ちょうど今日遅刻してきて。でも本当に具合悪そうですね。熱はないみたいですけど顔色が悪いです。無理せずに早退してくださいね。健康が一番ですから。それがいいかもしれませんね。一限目の授業の先生には私から言っておきますので、一眠りしてきてください。先生、ニコやっぱり無理そうです。もうちょっと寝てていいですか？先生、お茶飲みます？多分冷蔵庫のお茶勝手に飲んでいいと思うんですよね。すみません、高校生にもなって一人称が名前で、すみません。あ、先輩も体調悪いんですよね。ベッド使います？若干ほっかほかだと思うんですけど、ちゃんと毎日お風呂に入っているのできっと清潔です。あ、に私人見知りをしないものでグイグイ言っちゃってますけど大丈夫ですか？うるさかったら言ってくださいね。たまに人を引かせてしまうこともあるんですけど、まあこれも自分らしさってことで前向きに捉えていますけど、せっかくの人生なので自分を偽らず生きたいものですね。ストップ！こんなに喋ってたら先輩心が休まらないですよね。せっかく保健室に来たんですもんね。ちょっと黙りますね。先輩って2年生ですよね。1年生の時の期末テストってどうでした？難しいですか？過去問ってまだ持ってます？今帰るの？マジで？いや、僕も調子悪くてさ、おかげでがっつり寝坊してきたんだけど。やば、羨ましい。僕も見習って早退しようかな。ああ、引き止めるのも悪いよな。気をつけてな。
邪魔します。マイクテスト、マイクテスト。あー、もしもし、聞こえるか。ハロー人間、ティーの名前はティーという。あ、なんかおかしいな。とにかくキーだ、よろしくな。ああ、そっか、今キーのおかげで現実のことを思い出したのか。うんうん、キーは優しいから落ち着くまで待ってやるぞ。わあ、ちょ待て待て、落ち着け落ち着け。説明するべきか。まずキーはバーチャドールだ。なんだ、歌はめっちゃ歌うあれだ。あ、ミュウのことは知っているか。あれはキーの敬愛する母にあたる。本当に母は優しくて可愛くて最高な母なんだ。この前もな。あ、今はいいか。早い話が、この世界は偽物なのだ。さぞ楽しく暮らしていたことだろうが、残念ながら夢みたいなものだ。残念か？どんまいどんまい。だから帰ろうな、この世界ぶっ壊